はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。今日はお手入れシリーズの動画になります。こちら、はい、前もやりましたが、オイル塗り時どうしたらいいんですかっていうやつですね。こちら当店でニッチに有名な野田さんのグラブですけれども、野田さんらしいフォルムになっておりますが、ほら、ちょうどお手入れ必要かなっていう状態になってきましたんで、今日はやっていきたいと思います。で、いつもね、前も何回かいろんなお手入れ道具を紹介しましたけれども、例えばオイル、コンディショナー、ローション類、見えるかな、はい、うちはお仕事ですからいろいろ使います。うん、で、よいしょ、いいか、使いますが、皆さんどれを買ったらいいのかなって迷う必要はありません。ちょっとだけお話ししますと、液状のものと練り状のものがありますが、液状のものはこのローション状態のものですね。油性、水性、これ前動画でやりましたけど、種類があります。それから練り状のものですと、ラノリン系、はい、お、スクワラン系、まあラノリン系は羊毛の油ですから黄色っぽくて、スクワラン系はサメの肝油ですから白っぽいですね。で、これはあれだ、ワセリン系、ちょっとクリアな感じです。純粋なそれぞれね、物質ではない、いろいろ混ざってますけども、そんな感じで、最近出たのはこちらはグランドペガサスは牛脂系、牛の油、牛の皮だから牛の油でいいんじゃないっていうね、道理にかなった話だなと思うんだけど。で、あとは普通に出てる鉱物性油脂、動物性油脂って、まあいろいろその純粋なものではありませんが、多分いろんな製品を作る時に出た副産物を使って、安価に作ったオイルだと思いますけど、ココナッツの匂い、私これ好きなんですけどね。これが一番お手頃ですけど、まあ普通グラブオイルっていうとこういう感じかと思います。純粋なものもありますよ、本当に内容が合ってるかどうか分かりませんけど、ミンクオイルとかね、あとラノリンあったぞ。ラノリンはこれはほぼ純粋なラノリンです。まあまあそんなところことはいいんですけど、よいしょ、今日のお手入れはということで、迷わず普通の固形オイルで十分ですよっていうお話をね、内容をねやっていきたいと思いますが、今日は主に栄養補給ね、皮に、栄養を与えましょう。それから次回はちょっと野田さんをグッと掴む癖があるので、この辺ね、出っ張ってるところをなんとかしたいなと思うんで、もう一回綺麗にポケット出したいと思いますね。じゃあ今日は企画のお手入れどうぞ。はい、じゃあのんびり始めていきたいと思いますが、こちら背面は問題ないですね。で、問題はこの受給面、ボールが擦れてちょっと銀面が剥がれてきてる。これ銀面が全部剥がれちゃうと色戻ってこないんで、これぐらいだったらまだ間に合うかなっていう感じですね。はい、用意するのは、汚いタオルでいいですよ。それからこれこれ、オイルね。で、スポンジ使います。今日はね、ブラシの時もありますが、スポンジの時もあります。
あ、そうか、先にちょっとブラシしときますね。全体に汚れてないけど、そんなにこれ綺麗に使ってるから、余分な汚れは一通りね、綺麗だねこれね。うん、ブラシで落とせるものは落としておきますね。ちょっと隙間が気になるかな。いいでしょ、はい。じゃあオイルの作業に入ります。でいつも言ってますが、使うオイルよりも使い方ですね。問題は蓋の裏を使います。一塗り二塗りぐらいいいです。これぐらいね。でこのまま塗るとペトってなるんで、覚えておいてくださいよ。これをよく浸透させてスポンジこすってね。摩擦熱でも溶けるし、これぐらいの感じにします。透明な感じね。それから塗っていきます。足りないかなって思うぐらいでいいですね。これ19面ね。で薄くつけたオイルで、コツはこう根気に浸透するようにこすってあげることですね。こっちからこっちに染みたやつがこっちに染みます。で表面には残したくないんで、あんまりペトって塗らないんですけど、はい、今1回目塗ってこんな感じ。だいぶ違うでしょ。うん、だいたい1回ぐらいでいい場合が多いんだけど、これちょっと油分が足りないので、もう1回やります。グリンとでギュ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 ね。うん、はい、染みたね。じゃあもう一回いきます。
はい、2回目こんな感じ。だいぶいいですね。これでちょっと拭き取って様子を見てみます。必ずね、拭き取りは行ってください。いつも言ってる通りですね、表面に余分なオイルを残さないと。まあ、ちょっと綺麗なところで、で拭き取ってもう一回様子見ます。うん、やっぱり汚れはついてきますよね。余分なオイルとともに、軽微な汚れもね、落としちゃうっていうね、ことですね。はい、いいでしょう。ちょっと表面の汚れを落としたところです。うん、でここでもう一回観察します。うん、もう一回ですね。まあ、それは皆さんの判断しかないんですけど、足りるか足りてないかね、なかなか染みませんので、一通り塗って一晩ほっとくっていうのも一つ手なんですけど、こう吸い込むっていうのもね、一つの方法です。はい、こんな感じでいいでしょうね。はい、じゃあもう一回拭き取ります。はい、じゃあ次磨きます。
まあ、そんなにピカピカにする必要はないんだけどね。あのボール取るとこだからすぐ仕上がなくなっちゃうから、まあ、軽く作業しただけですがこんな感じでございます。どうでしょうか。はい、どうでしたか。今日は軽く受給面のお手入れということで、オイルは普通の固形オイルを使いました。まあ、あの専門知識のある人はそれぞれね、お好みによってスクワランなりラノリンなりワセリンなり、いろいろねそういったのを使えばいいと思うんですけど、まあ、そんな、ことも使わなくても普通の鉱物性のオイルで大丈夫です。ということで次回は今度ちょっとこのポコポコをねパンパンってしていきたいと思いますね。それでは皆さんさようなら。